水島諸島は、岡山県倉敷市沖の瀬戸内海、水島灘にある島諸群である。美山諸島の一部にあたる。南に、四枠諸島、西に、笠岡諸島がある。小島沖にあるものは、小島諸島または、下津井諸島と呼ばれることもある。倉敷市水島、玉島、小島下津井地区の沖合、高橋川川口沖周辺の海域一帯に浮かぶ。 島々である。多くが無人島で、ほとんどが水島港の港湾区域に含まれる。水島航路に近接しているため大型船舶の航行の障壁にもなっている。小島の下津井沖には有人島も存在する。かつては、講義では寄島及びサブロ島も水島諸島に含まれていたが、現在は1973年の干拓により陸続きとなっているため、 含まれることは少ない。水島諸島周辺の海域は有力な漁場として、古来より漁業が盛んに行われている。水島群島高橋川川口南沖合にある無人島群である。上水島、下水島からなり、両島を総称して、あるいは片方を指して、水島と呼ぶこともある。水島工業地帯の川崎2の岸壁部の南方。 約2 3キロメートルの海上にある。西に下水島、東に上水島が東西に並ぶように浮かんでいる。小島郷内地区の五流村田木院に伝わる熊野権現演技にも登場し、古くから知られている当初である。現在の住所表記は水島川崎通りとなる。上水島は周囲約2 2 5トル海抜5 1 2メートル。現在は 無人島であるが、昔は、住人がいた。小島通り生の繁院には、文明4年6月に大干ばつが発生、この地で17日間の雨乞いを行ったとの記録がある。明治時代に、国有地となった後、小島軍小森家村の小橋家に払い下げられた。さらに1899年に、神戸の鈴木商店に譲渡され、1903年に、 鈴木精錬所が建設された。鈴木精錬所では、主に銅の精錬が行われていた。1915年には63個、286人の従業員が居住し、尋常小学校の文教場も設置された。それに伴い島内は、盛況となったが、1916年にピークを迎えた銅価格は、第一次世界大戦が収束に向かうにつれて暴落。 1919年にはピーク時の半年にまで落ちた。このため清錬所は徐々に衰退し、第二次世界大戦前には完全に閉鎖された。これに合わせるように島民も減少し、清錬所閉鎖後はわずかな人員が居住するのみとなった。第二次世界大戦後に社宅などの撤去が行われ、残っていた人員も島を離れた。それ以降、浄水島は無人島のままである。 下水島は上水島の西方約2キロメートルにあり、上水島より幾分小さい島である。海抜約6 0ル。かつては玉島や下水にも属すなど扱いが変遷した。水島群島は、水島灘や水島臨海工業地帯などの名称の由来、ひいては現在の倉敷市水島地区の地名の由来である。網路諸島高橋川川口南沖合。 下水島、上水島のさらに南方の海上にある小さな無人島群、岩礁群。北側から大尺島、小尺島、さらに南端に大尾尺島、小尾尺島が東西に並んでいる。大尺島、小尺島と名前がついているが、小尺島の方が幾分面積が広く、最高標高も高い。諸島内の最高標高は、大尾尺島の22メートル。 水島諸島内では最も小さな島々である。住所表記は水島川崎通りとなるが、かつては下杖に属していたこともある。前述の水島群島に含まれることもある。農地諸島高橋川川口南東側沖にある無人島群。北側から順に伊佐路の内島、西の内島、太市の内島、上の内島の四つの小さな無人島が並んでいる。現在は、 住所表記はいずれも小島通り制となる。かつては、上野内島以外は、下津井に属していたこともある。上野内島は、小島本城の高室地区の西方約800メートル沖にあり、周囲は約650メートル、標高約29メートルである。雑草が生い茂るが、樹木は少ない。ふとしの内島は、上野内島の北に並び、 やや幅広い形をした島である。周囲は約880メートル、標高約43.2メートル。城の内島同様、雑草が多く、樹木は少ない。細、農内島は、ふとしの内島の北側に並び、南北に長い形をしている。周囲は約850メートルで、標高約29メートル。城の内島。 ふとし農地島同様に雑草ばっかりで樹木が少ない島である。イサロの地島は、再のう島の北側、農地諸島の最北端にあたる。周囲約520メートル、標高約28メートル。東名のイサロは、方言で、砂ドルの井。周辺が工業場であることに由来。く島小島通り西北部にある岬、宮の花の西方沖にある無人島。 現在陸続きとなっている塩那須の高島の南方にあたる。東東の南方向には野内諸島、六口島がある。住所表記では小島通り制となる。法律する小島諸島の一部とされることもある。六口島、釜島松島縦城島、祖父祖母島双方とも無人島であるが、下津井沖ではなく、小島市街地南東沖の小島港に浮かぶ。 水島諸島に含まない場合も多いが、小島諸島といった場合には含まれることも多い。高島元々は、小島本城の塩那須地区の西方にあった島で、水島臨海工業地帯の埋め立て造成に伴い陸続きとなった。高島宮の否定地の一つとされるうぶすな工人者があることで知られる。また現在はホテルも建設されている。周囲は工業地である。より島。 サブロ島より島は、現在の浅口市より島地域の沖合にあった、有人島であった。しかし、昭和期の干拓により、陸続きになり、より島半島となっている。サブロ島は、より島の南端すぐにあるが暗礁で、陸続きにはなっていないものの、より島と共に、水島諸島に含まなくなった。ありがとうございます。